こんにちは、ポイ活投資チャンネルです。本日の動画は2023年9月で終了してしまうキャンペーンをまとめました。ポイ活投資チャンネルが厳選したキャンペーンの中から2023年9月に終了するキャンペーンご紹介してまいります。他にも良いキャンペーンがありましたらぜひぜひコメント欄から教えてくださいね。中には1万ポイントを超えるようなキャンペーンもありますのでぜひ最後まで見ていってください。本日の動画の目次は3点あります。1つ目は2023年9月で終了するキャンペーンのまとめとなります。2つ目はポイ活の活用事例ご紹介してまいります。3つ目はお得なキャンペーンとなります。ぜひ最後まで見ていってください。目次1つ目となります。2023年9月で終了するキャンペーンをまとめました。ポイ活投資チャンネルが厳選したキャンペーンとなっておりますが、厳選したルールはご覧の3つとなっております。一つ目はできるだけお金をかけないキャンペーンチョイスしております。無駄な消費はしたくないですよね。二つ目は必ずもらえるようなキャンペーンをチョイスしております。三つ目は抽選の場合は無理をせず申し込める範囲としております。なお皆さんも良いキャンペーンがご存知でありましたらぜひぜひコメント欄から教えてくださいね。皆さんで共有して申し込んじゃいましょう。なお、各キャンペーンの URL は本動画の概要欄に載せております。ぜひ覗いてみてくださいね。本日お伝えいたしますキャンペーンは全部で6つありますが、この中で特におすすめはご覧の3つとなっております。1つ目のキャンペーン見てまいりましょう。電子マネーワンチャージキャンペーンとなります。こちらは抽選というキャンペーンですね。1等ですと各種チャージ5000円ごと一口として1万ワンポイントが1000名様に当たるんですよね。2等に関しましては1000ワンポイントが5000名様に当たるということです。なおエントリーは不要のようですね。キャンペーンの期間は8月1日から9月24日までとなっております。キャンペーンの概要も確認しておきましょう。対象のワオンについてですが、電子マネーワオンを搭載しているすべてのカードとなります。DME ワオンやモバイルワオン、Apple Pay のワオンなどを含むとなっておりますね。対象のチャージですが、現金チャージ、クレジットカードチャージ、口座チャージ、オートチャージ、ポイントチャージ、ワオンのお受け取りということで、すべてのチャージが対象のようですね。続いて2つ目のキャンペーンとなります。こちらは必ずもらえるキャンペーンですね。 Visa デビットのタッチ決済5回で1000円キャッシュバックというキャンペーンとなります。終了日は9月24日までとなっておりますね。タッチ決済5回で1000円キャッシュバックというかなりお得なキャンペーンですよね。本チャンネルでもおすすめのキャンペーンとなっております。必要な資金は3000円となっておりまして、還元率は 33.3% となりますね。エントリーは不要のようです。キャンペーンの概要も確認しておきましょう。期間中600円以上のビザのタッチ決済を5回利用いただくと、先着14万名様に1000円キャッシュバックされるということです。エントリーは不要のようですね。本キャンペーン参加銀行が発行するカードのうち、2023年4月1日から6月30日までの間に、ビザのタッチ決済のご利用がなかったビザデビットカードが対象となるようです。対象のカードにつきましては、こちらに書いてあります。青空銀行、SMBC 信託銀行、関西未来銀行、埼玉りそな銀行、GMO 青空ネット銀行、四国銀行、ソリン銀行、千葉銀行、PayPay銀行、北陸銀行、北海道銀行、北国銀行、三井住友銀行、オリーブフリーキシルブルーペイはすべての支払いモードが対象になるということです。三菱 UFJ 銀行、港銀行、ゆうちょ銀行、りそな銀行、琉球銀行、デフォルトが対象のようですね。注意点もあります。2023年4月1日から6月30日の間でタッチ決済の利用実績があると今回対象外となるんですよね。特に三井住友銀行のオリーブフレキシブルペイにつきましては支払いモードに関わらずタッチ決済の利用実績があれば対象外となってしまいますよね。続いて3つ目のキャンペーンとなります。こちらのキャンペーンも必ずもらえるんですよね。国内株投資でポイントが使えるようになったというキャンペーンとなります。終了日は9月29日までとなっております。いただけるポイントは100ポイントとなりますね。こちらは資金が必要ありませんので、ポイントのみをゲットができます。本チャンネルでもおすすめのキャンペーンとなっております。
プレゼントの内容につきましては2つありまして、今回ご紹介しておりますのはこの1つ目となりますね。漏れなく100ポイントプレゼントとなります。なお2つ目は抽選で1000名様へ500ポイントもプレゼントがあるようです。1つ目のキャンペーンについてですが、期間中にキャンペーンにエントリーし、国内株式の S 株、還元未満株をポイントを利用してお取引いただいた方ということですね。ポイントを利用してお取引する必要がありますのでお気をつけください。続いて4つ目のキャンペーンとなります。こちらも必ずもらえるキャンペーンとなっております。マルエツカード4周年記念のカードキャンペーンとなりますね。こちらの終了日は9月30日までで、ポイントは1万ポイントゲットができるんですよね。必要な資金は18万円必要でして、還元率は 5.6% となっております。こちらのキャンペーン非常にいただけるポイントも多いですので、本チャンネルの YouTube 動画で特集を組んでご紹介しておりますね。後ほど関連動画でご紹介をしてまいります。簡単に概要だけお伝えいたしますと、月間ご利用金額が3万円以上で各月1500ワンポイントいただけます。ご覧の通り期間は6ヶ月ありますね。最後の6ヶ月目の月だけ連続達成いたしますと、さらに1000ワンポイントいただけるということです。合計で最大1万ワンポイントゲットができるんですよね。続きまして5つ目のキャンペーンとなります。こちらも必ずもらえるキャンペーンとなりますね。オリーブをお得に始めよう3つのキャンペーンというものとなります。終了日は9月30日までですね。いただけるポイントは2000ポイントとなっております。最大の資金は30万円必要となりますので、還元率は 0.7% とありますね。エントリーは不要となっております。3つのキャンペーンはご覧の通りとなっておりますね。1つずつ少し概要を見てまいりましょう。まずオリーブの1つ目のキャンペーンにつきましては、これから口座を作る方限定のキャンペーンとなりますね。夏のオリーブ入金キャンペーンということで、オリーブの新規開設と入金で合計2000円相当のポイントをいただけるということです。参加の条件も確認しておきましょう。期間中にオリーブのアカウントを新規契約、新規口座開設いたします。2つ目はオリーブアカウント開設から翌月末までに合計30万円以上の入金、かつ開設月翌月末時点の口座残高が30万円以上ある必要となります。30万円利用する必要はありませんので、翌月末に下ろしてしまうのもありですね。オリーブの2つ目のキャンペーンとなります。これから切り替える方ということですね。こちら非常に分かりづらいですが、現在三井住友銀行の口座をお持ちで、普通口座のみ持ってられる方ですね。オリーブのアカウントはまだ始めてないという方が今回の切り替えの対象となります。オリーブの口座に切り替えますと1000円をプレゼントということですね。条件も確認しておきましょう。期間中にオリーブアカウントを契約、すでにお持ちの普通口座からお切り替えというのが一つ目となります。2つ目はオリーブアカウントに切り替えから翌月末までに30万円以上のご入金、かつ切り替え月の翌月末時点で口座残高が切り替え月比30万円以上増加しているということが条件となります。オリーブの3つ目のキャンペーンも確認いたしましょう。こちらはオリーブを利用中のすべての方が対象となります。最大で10万円相当のポイントが当たる可能性があるんですよね。1等につきましては10万円で10名様、2等は1万円で30名様、3等は1000円で1000名様に当たるんですよね。利用の応じて抽選の確率が上がるような仕組みとなっております。まずはエントリーと当月末のご入金で一口抽選口を獲得できますね。それ以外にも給与受け取りでさらに5口、口座振替の実行やオリーブフレキシブルペイクレジットモードで一口、さらにポイント払いモードで一口、 2000BC の外貨普通預金、定期普通預金のご入金でさらに一口ということで、これら全部合わせますと全て10口ということで10倍の口数となるんですね。最後に6つ目のキャンペーンとなります。こちらのキャンペーンは抽選となりますね。 UU ペイチャージキャンペーンとなります。終了日は10月1日、抽選となりますが5万ポイント当たるかもしれません。
またこちらのキャンペーンは5万円以上チャージする必要があるんですが、そちらの5万円は利用する必要がありませんので、資金としては0円と記載しております。エントリーは不要ですよね。本チャンネルでは特におすすめしているキャンペーンとなります。キャンペーンの概要も確認しておきましょう。aupay へチャージする際、5万円以上の場合は現金5万円が当たるかもしれませんね。抽選で25名様となっております。なお5000円以上のチャージですと現金1000名様が抽選で250名様に当たります。適用条件ですが、キャンペーン期間中に au 自分銀行の口座から aupay 残高に指定金額以上チャージする必要があります。チャージの方法につきましては、リアルタイムチャージ、一定額チャージ、 au 自分銀行チャージは問いませんということです。今回のキャンペーンでは au 自分銀行から aupay 残高に5万円チャージしますよね。このチャージした5万円につきましては、ショッピングで利用する必要はないんですよね。すぐに aupay から au 自分銀行に出金しても今回のキャンペーンに参加したことになるんですよね。なお、こちらの aupay から au 自分銀行への出金方法についてですが、手動での出金には1回あたり220円の手数料がかかってしまうんですよね。ただし、自動出金の場合は手数料がかからないんですよね。こちらは aupay の画面となっておりますが、自動出金を選択いたしますと、毎日か日付選択を選択することができるんですよね。さらに払い出しの金額も指定できますので、こちらで5万円を指定して自動払い場所を設定しておけば手数料が無料になるんですよね。目次2つ目となります。ポイ活の活用事例となります。今回ご紹介いたしましたキャンペーンは6つありますが、その中で4つのキャンペーンにつきましてはポイ活でも活用ができるんですよね。ご覧の表の通りポイ活がありますので、それぞれ一つずつ概要をご紹介いたしますね。まず一つ目のポイ活事例となります。電子マネーワオンとなります。こちらは2つのポイ活で活用することができます。一つ目は楽天証券クレカ積立で還元率 2.5% も出せるんですよね。ポイントに直しますと、年間でなんと1万5000ポイントもゲットができちゃうんです。それ以外にも三井住友ゴールドカードの100万円修行にも利用ができるんですよね。楽天証券のクレカ積立の合わせ技となりますので、60万円分を消化できます。ポイントでは年間1万ポイントゲットができるんですよね。詳しくはこちらの関連動画で詳しくご紹介しております。新ルート開通楽天入り楽天キャッシュという動画となっております。関連動画の URL は本動画の概要欄に貼り付けておりますので、ぜひ覗いてみてくださいね。続いて2つ目のポイ活事例となります。こちらのキャンペーンは単元未満株をポイントで購入するといったキャンペーンとなっておりますよね。単元未満株でのポイ活事例は2つあるんですよね。一株優待と一株配当というものなんですね。名前の通り一株でも優待がもらえます、一株でも配当金がもらえますよというポイ活となっております。獲得できるポイントは、一株優待は年間およそ2500円程度獲得ができるんですよね。一株配当につきましても年間2000円程度ゲットができちゃいます。これらも関連動画で詳しくおすすめしております。一株でも株主優待還元率ランキング、あとフィスコでも500円分の優待がもらえるんですよね。他にも一株で配当金ということで年間2000円プレゼントという動画もあります。関連動画は本動画の概要欄に URL 貼り付けております。ぜひ覗いてみてください。3つ目のポイ活活用事例となります。キャンペーンはマルエツカードの4周年ということですよね。マルエツカードを利用いたしまして、クレカ積立即利ができるんですよね。還元率は 0.5%、年間の金額に直しますと3000ポイントをゲットができるんですよね。詳しくはこちらの関連動画でご紹介をしております。ぜひ概要欄に URL がありますので覗いてみてください。4つ目のポイ活活用事例はオリーブとなります。オリーブの活用事例は主に2つあるんですよね。1つ目はクレカ積立即売りとなります。還元率は 0.5%、 年間では3000ポイントゲットができますね。二つ目は高還元のルートで還元率 3.5% 獲得できます。
100万円年間で利用いたしますと、年間3万5000ポイントもゲットができるんですよね。こちらもご覧の関連動画で詳しくご紹介をしておりますので、ぜひ概要欄のある URL から覗いてみてください。続きまして、目次3つ目となります。お得なキャンペーンとなります。本日の動画は9月で終了するキャンペーンのまとめとなりますが、それ以外にも非常にお得なキャンペーンはまだまだあるんですよね。クレカ積み立て即売りや高還元クレカルートで利用いたしますクレジットカードと証券会社の新規申し込みキャンペーンがあるんですよね。ご覧の表の通りでして、全部申し込みますと、なんと14万3700ポイントもゲットができちゃうんですよね。まだクレカ投資即売りや高還元ルート始めてないよという方は、今非常にポイントが多いシーズンとなっておりますので、始めてみてはいかがでしょうか。これらのクレジットカードと証券会社のキャンペーンにつきましても、本動画の概要欄にすべて貼り付けております。公式サイトのキャンペーンも貼り付けておりますので、ぜひ覗いてみてくださいね。本日も動画のご視聴ありがとうございました。本チャンネルでは投資、ポイ活、貯金節約、節税に関する動画を発信しています。できる限り投資資金に回すことで、ゆとりある老後資金の確保を目的としたチャンネルとなっております。ぜひチャンネル登録、グッドボタンよろしくお願いいたします。